フランコ・バルレリーニ、フランコ・バルレリーニは、イタリア、フィレンツェ出身の元自転車競技選手。プロ選手年代は、1986年から2001年まで。クラシックレースを中心に、ワンデーレースにおける活躍が目立った。中でも、パリ・ルーベを2回制覇したことが特筆される。1995年のレースでは、アンドレー・チ・ミル、ヨハン・ムセ・ウラを破り、 1998年のレースではアンドレア・タフィ、ウィルフリーとペータースラを破った。パリ・ルーベではこの他、1993年2位、1994年3位の各入賞歴がある。この他のレースの優勝実績として、1987年のトレバ・リバ・レジーネ、1990年の ジロデル・ピエモンテ及びパリ・ブリュッセル、1995年のオムロープ・ヘッド・フォルクなどがある。引退後は監督としてイタリアナショナルチームを率いた。バッレリーニ体制の下2002年にマリオ・チポリーニ、2006年及び2007年にパウロ・ベッティーニ、2008年にアレッサンドロ・バランが世界選手権ロードレースを制覇。またペッティには、 2004年のアテネオリンピックロードレースも制覇している。2010年2月7日、トスカーナ州ピストイア県のラルチャーノで開催された大会でアレッサンドロ・チアルディのナビゲーターとして参加していたが、自動車にはねられ、ピストイアの病院に運ばれたものの間もなく死亡した。45歳だった。なお、現役時代に長く在籍したマペ・クイックステップの後ろ身である。 ドゥクーニンククイックステップに所属する、イタリア人、ライダーダビデバル、レリーニとの血縁関係はない。トラヘディア、ムオレ・フランコ・バレリーニ。ラ・ガゼッタ・デロ・スポーツ、http www. ガゼッタ、イット、シークリスモ、07022010。 トラジェジャムオレマイナス6029億1153万 6543SHTML2010 年2月7日閲覧。イタリアンコーチ、フランコバレリーニダイズインラリークラッシュ。cyclingnews.com。httpwww.cyclingnews.com。news イタリアンコーチフランコバレリーニダイズイン。 ラリークラッシュ2010年2月7日閲覧。ありがとうございます。